今年一番の暑さとなる中、県内では今日も新たに10人の新型コロナの感染が判明しました。静岡市の5人と浜松市の5人です。そして静岡市は今日市内の飲食店で初めてクラスターが発生したと発表しました。5人目の方となりましたので、クラスターが発生したというふうに確認をさせていただいていま静岡市内では…まあ 静岡市で初めてのクラスターは飲食店で発生しました。店の名前や業態については濃厚接触者が把握できているとして、市は公表していません。昨日、感染が確認された50代の会社員の男性が、この店での5人目の感染者となり、市はクラスターと認定しました。今日は他に市内で新たに5人の感染が確認されていて。 この5人については、明日以降に詳細が発表されます。さて、静岡市で初めてのクラスターが発生した飲食店です。先月29日にこの店で働いていた50代の女性とアルバイトの20代の女性客の60代の男性と市外の1人合わせて4人の感染が分かっていました。そして昨日。 感染が確認されました50代の男性ですが先月31日に店を利用していましたこれで5人となり市はクラスターと認定しましたこのほか家族など濃厚接触者3人が陽性となっています浜松市のスポーツジムでも感染者が増えクラスターとして市が認定しました クラスターが発生したのは、スポーツジムゼクシス浜松で、感染者と同じ講座を受けていた中区の50代男性会社員の陽性が新たに確認されました。最初の感染者を除き、ジムの利用者と従業員を合わせると、これで5人が感染したことになり、市がクラスターと認定しました。はい、ゼクシス浜松で最初に感染が分かったのは、 50代の女性です、はい、今日分かった50代の男性を含めて同じ講座を受けた4人の感染が判明しましたまた最初の女性とは接点のない従業員の20代の女性も感染していてクラスターを認定する基準の5人を超えました浜松市では今日この他に4人の感染が判明しています 中区の60代の男性会社員と50代の女性会社員で、市内の同じ感染者の濃厚接触者です。東区の20代の女性会社員は、静岡市の感染者の濃厚接触者でした。東区の40代の女性会社員は、感染経路は分かっていません。県内の感染者数です。今日は新たに10人の感染が分かりまして、これで… 延べ390例となっています。